か。これこちらは今全く海が見えないけど、関原さん陸ですけど、ここはどう、関原、クルージングは楽しみ。まあ楽しみよりもちょっと油もん食って船乗って大丈夫かなっていう不安の方がでかいです船用意しない。あ、めちゃくちゃ乗り物用意しますよ。それから行く前から随分元気なくなってるやん。流氷が見れないからだろ、それって。流氷が見れないんだと思ってるんだろ今。いや、流氷見れないのに1時間船乗るのかって思ってますよ。でもなんか海の生き物とか見れるらしい。あ、そうなんですか。うん、流氷あるときは流氷の上にいるオットセイとかアシカとかが見れたんですよ。が見れたっていう話は聞いた。あればなの。あればね。今年が天気もよくなくなったし。おかしい、さっきまで晴天だったんだぜ。さっきまで合流する前まですげー天気良かったのにね。めっちゃ寒いな、海の上。めちゃくちゃ寒 いや、最初これ絶対いらんわ思ったけど、これあってよかった感じ。そうだろ。海の上めっちゃ寒いやん。しかももう氷なくなったし。ただ今青い海の上を突き進んでるだけになったけど、すごいスピードで。杉原、どうする、これから。何ですか。いや、今船のクルージング終わったわけじゃん。はい。言ったら別にこの後何もやらないわけじゃんか。うん。いや、杉原がどうしてもって言うんだったら行く、刑務所。こっからどんぐらいかかるか知ってます、刑務所って。そんなかかんないでしょ、車で20分ぐらいでしょ。あ、そんぐらいなんですか。うん。行きますじゃん。行きますか。なんか、いや、すごい広い犬のションベンを杉原踏んだけど。行くってことでいいのね。はい、行くでいいですよ。いやいや、杉原がどうしても行きたいって言ってくれないと。まあでもこれのプランを今回全部島屋さんに任せるって僕は決めてるんで。おお。全然僕は従います。いや、俺も全然。いや、俺に従うんだったら行かないで。じゃあ全然行かなくていいですか。うわ、まあ、とりあえずさ、ホテルにさ行ってさ、はい、荷物を置いてさ、チェックインして荷物を置いてさ、この荷物持ったまま行けないやん、網走刑務所には。まあ、今俺らには2つパターンがあるよね。3つか。はい。このままホテルに行って、うん、ホテルでおとなしく過ごすっていうパターンね。うん。で、次が網走刑務所に行くパターンね。うん。で、3パターン目がもう1回オーロラに乗る、夜に17時の便のオーロラに乗るっていう、そのパターンね。まあ3はないとして島津さん的にはどのパターンがいいですか。まあ俺的に言うと、はい、もう疲れたからホテルでっていう風に思ってるけど、はい、まあ、もったいないっていう気持ちはどっかに多少ちょっとあるよね。ありますよね。網走まで来て、網走刑務所も近くにまああるっちゃあるけど、網走刑務所に行って得するのは誰かって話なんですよ。誰なん。いないんですよね。網走刑務所に行って損するのは誰かって話じゃないですか。誰なん。まあ、島役さんと僕ですよね。な、楽しかった時、楽しかったら損じゃないじゃない。楽しくないっていう風に思ってるわけだ、杉原は。網走刑務所のこと。網走刑務所。うん。楽しいと思います、網走刑務所。いや、俺行ったことないから分かんない。あ、そうなん。うん。いや、杉原は一言、はい、俺刑務所見たいっすって、どうしても刑務所見たいっすって言ったら刑務所になるんだよ。行きたくないんですよね、俺はね。そう、なんかせこくないですか、最後の判断を任せようって大丈夫か、せっかくな。マジでここ来てよかったなと思ったこと、こけた時にタクシーのおっちゃんが大丈夫かって言ってくるんですよ。いや、美味しい食べ物、蒸気船で美味しいもの食べたんでしょ。僕の食べたホタテを、うん、めっちゃ網走のこと憎んでるやん。滑ったから、また滑ったから網走のことちょっと嫌いになってるやん、次から。
どうした関ヶ原僕の食べたホタテを僕の食べたホタテを着きました。いや次はホタテの話はホタテの話はホタテの話最後までしてくれよ。僕の食べたホタテは何なん関ヶ原関ヶ原大丈夫、どうした急に斜めになってるんで気をつけて。斜めだから滑ったんよ。水分と網走のこと嫌いになったんだなめっちゃ荒れてるな。お、着いたよ。はい、ここは関ヶ原が昨日泊まって今日も泊まるドミーン網走。ドミーン網走非常に綺麗ですね。うん、いや無事、はい、チェックインできたな。まあ、ここからどうするかっていう話なんですよ。これからどうするっていうことを話し合いたいなと思って、はい、刑務所行くんですね今時間何時すいません、何やかんやって何時になった今。3時51分ですほぼ4時だ、はい、何時までってんの網走刑務所。調べてみ、網走刑務所の営業時間え、入管受付16時までって見えるけどな。うん、あ、じゃあ行けないね。ですねこれからどうする関ヶ原どうしたらいいと思う。むしろこれから網走散策しますか。じゃあ嫌なん、嫌なんですか。いや何にもないんでしょ。だって何も言わないっすよ。じゃあその関ヶ原一押しという博物館に行ってみよう。いつ一押しって言いました一回でも言いましたっけ、なんかここめっちゃいいんですよみたいないや刑務所行かないからなんか一応行ってみますのテンションじゃないですか今あ、どうした。飛び込みたいんですよこういう金って。あ、飛び込んでみた。いいですか。うん、あっちの方がでかくていいやん。あのまっすぐ行った方の、あっちの方が高くていいやん。行きます行きます。おう関ヶ原どうした。ガッチガチ。まあそれは固まってるだろう今。寒いし。かったです。うわ。もっと11月とか12月頭とかの雪だったら。関ヶ原滑るの面白いからやめてくれる。めっちゃ滑るやん。いや本当だ、網走市立美術館って書いてある。あ、そうです、ここ。ここか。はい、ほう。しばきさん、どうしたどうした。しばきさん、なになに。午後よし、午後よし。やってないな、やってないな。完全に午後4時までやん。午後4時まで。4時にはもう全部が閉まってるやん。あ、でも接続あるじゃん。次から全然注目してなかったけど。すごいよ。何の接続か分かんないけど、なんかアイヌっぽい接続があるじゃん。お、あったかい、あったかい。だいぶ体がちょっとね、冷え切りましたね。ですね。とりあえず風呂に入って。はい、おい、関ヶ原さん、ということで、はい、お風呂にも入りまして、さっぱりしまして、はい、今から飯屋さんを見つけたので、はい、そこに食べに行こうじゃないかと。行きますか。でも今嬉しい報告がね、今電話でありまして。はいはい、母親の保険金の受取人が僕になりました。飯前そういうことやめてくださいなんか今から楽しくお酒飲んでご飯食べようっていう。いや別にいい話だろ、いいことだろ。今からなんてお店でしたっけ、行くの。産地直送北海海鮮酒場吉田三八商店に行きます。なるほど。あ、ここだここだ。あ、ここですか。ここですね、本日のお店。すごい角ハイボールの出汁。
すごい高いボールあんの、こう。やっとぜ。ディスペンサー。ちょっとこのダサい帽子抜いておきます。見た目より実を取ってるから。